キリンラジオ劇場スペースロマン、レモンライムの香り、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、石森章太郎原作、サイボーグ009、脚色西裕二、出演中村修正、神谷明、塩見龍介、ひもつきかねた、その他の皆さんです。わしらがこの X 島に長くいればいるほどわしらは不利になる。敵は我々の弱点を攻撃する武器を作ってくるからだ。逃げ出せにしたって好敵さんに囲まれていたんじゃ。大丈夫、海から脱出できる。そうか、海の包囲網が一番手薄だからね。おう、じゃあ潜水艦をぶんどってこようぜ。007、008、009、君たち3人で行ってきてくれたまえ。 OK、じゃあ行くぞ。おうおう。007、008、009、僕の指令通りに動いてくれたまえ。 OK。 まず君たちの行動は敵に知られているはずだ。だから001はまず007をイルカに化けさせ、敵の潜水艦の周りにうろつくスパイイルカを他に行かせるように指令したのだった。はーい、スパイイルカの皆さん、あっちの方へ行ってみませんか。お前見かけないイルカだな。新入りなの、昨日解除されたばっかりなの。それよりあっちの方に例のサイボーグたちがいるらしいのよ。はあ、そうか。よし、みんなこの新入りの後に続け。008、009、あとは頼んだぜ。よし、007のやつうまくやったぞ。001、次はどうするんだ。発信装置を使って敵の潜水艦に偽のモールス信号を打て。艦長、サイボーグは海上にあり、浮上せよとの命令が入りました。よし、直ちに浮上しろ。お、来たな。よし。おい、撃たないでくれ。ほほ、なかなか素直なサイボーグだな。よし、手を挙げていろよ。はいはい、挙げていますよ。でもあなた方も。そう、あんたたちも手を挙げてもらいましょうか。そうなのだ、009が後ろに隠れ、008がおとりになっていたのだ。じゃあ、あとは頼んだぞ。というと009はまた海中へ行った。よし、すぐに潜航しろ。よし、じゃあ次だ。009はまた違う潜水艦の下へ行き、偽のモールス信号、サイボーグ海上にあり浮上せよを撃った。そしてさっきと同じように敵の潜水艦に入り込み、諸君、銃を捨てて手を挙げてもらおうか。さあ、すぐに潜航しろ。009、008の乗っ取った2隻の潜水艦は、ギルモア博士と仲間のサイボーグたちが待つ X 島の岩場にやってきた。さあ、急いで008のいる方の潜水艦に乗り込むんだ。全員今度は海中へ行く用意だ。009、用意できたか。だったらそっちの乗組員をこっちへ移してくれたまえ。009は自分の乗っ取った潜水艦の乗組員を
008の乗っ取った潜水艦サブマリン35に乗り移らせた。お、001、これで敵艦の乗組員は全部このサブマリン35に集まった。よし、それじゃあ潜水艦の乗組員の諸君、僕の目を見てもらいましょう。3、2、1。001、一体何をしたんだ？催眠術をかけたのさ。すごいな。そんなことよりみんな009の待つ足の潜水艦に移ろう。さあみんな乗り移ったね。じゃあ出発だ。それにしてもどうしてあっちの潜水艦に乗ったりこっちの潜水艦に乗ったりしたんだ？それは僕たちが最初に潜水艦に乗るところを敵の奴らが見ていると思ったからさ。しかしこっちの潜水艦に乗るところは見られてないはずだ。001、無電が入ってきたよ。サブマリン35がサイボーグに奪われた。全艦35を追跡せよって。ほらね、さすが。いや、ところでサブマリン35をどこへ行くように仕向けたんだ？敵の本拠地、秘密基地へ向かってるんだよ。さあ、僕たちの潜水艦もサブマリン35を追跡するんだ。001は一体何を考えてサブマリン35を秘密基地に向けたのだろう。そしてなぜ彼らの乗る潜水艦も追跡させようというのだろうか。レモンライムの青い風、竹内まりやが歌うキリンレモンの歌。原作者石森章太郎さんのサイン入りサイボーグ009のポスターブックを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場の係までハガキでお申し込みください。レモンライムの香り、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。